ジプシーなんですね。ジプシーが弾いていたバイオリン、クラシックのいわゆる音楽とはまたちょっと違うんですけれども、モンティのこの曲はハンガリーのラマという民族たちの演奏、それを真似て作った曲です。それではチャレンジします。Thank you.
な時間、落ち着いたリッチな時間を過ごしていただけていればと思います。アークヒルズ店では定期的にこういったミュージックライブを開催しておりますので、またぜひお越しいただければと思います。それでは本日はどうもありがとうございました。今一度お二人に大きな拍手をお願いいたします。